今日は大変楽しみなゲームです。待ち望まれていたカードがいよいよキックオフ。サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は注目のデイゲームとなりました。この試合を楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ベガルタ仙台が浦和レッドダイヤモンズと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。誰もが活躍を期待するロイスです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか？この選手は3試合で4ゴールを決めています。今日も目が離せませんよ。浦和レッズは近年の J リーグでトップクラスの戦力を誇るチームです。積極的な補強が目立ちますね。今では J リーグ1のビッグクラブかもしれません。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。福西さん、このチームのプレースタイルについて様々な意見があるようですが、消極的すぎるとの声もあるようです。今日はどのような試合になると思いますか？ボールを持っていないときはディフェンスラインをぐっと下げ、連続して攻撃を受けている印象がありますが、実績を残していますからね。今日も似たような展開になるでしょう。山中亮介、青木拓也、大きすぎましたね。これはキーパーが抑えます。このパスは読んでいました。見事な視野です。ディフェンダーが外された。マークがルーズでしたね。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりお疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。前半9分、試合が動き出しました。武藤勇樹、ゴールは見えるか。ここでスローイン。マティ・ジェームズ、スルーパスを出した。ロイス、決まった。ゴールだ。ロイスの目の覚めるようなボレーシュートです。ダイレクトボレーが見事です。難しいシュートですが、思い切りよく打ちました。別の角度からご覧ください。
何を狙うのか。視野が広い。しっかりとクリアして相手の得点チャンスを阻みました。カウンターのチャンス、仕留められるか。これは危険なカウンターになりそうです。カウンターのチャンスでしたが、ここはボールロスト。うまく読んでいましたね。はたいて渡すこともできます。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。武藤勇樹、相手にボールを渡してしまいました。何かしてきそうですが、おっと、これは面白い。難しいシュートでしたが枠を外れます。クリアして危機を出しました。これはよく見ていた。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。ここはコーナーキックになりました。ゴールは許さない。ゴールライン際でクリアしました。これはディフェンスがよく反応しましたね。宇賀神智也、サイドにスペースがあります。あっと、かわしました。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。ボールをキープして自ら勝負します。これで点差は1点。試合がさらに動いてきました。パスをカットされたのはロイス。強く蹴りすぎたか。直接キーパーに渡りました。キーパーが飛び出してボールを拾う。さあ、カウンターで一気に行きたい。まだカウンターのチャンスは終わっていません。このカウンターはうまくいきません。ロイス、スペースへのボール、スルーパスが通るかと思いましたが、キーパーが積極的に前へ出ました。レフリーの笛が鳴って前半終了。後半は浦和レッズのキックオフで始まります。ここでスローイン。危険な位置です。緊張感が増してきます。1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。さて、福西さん、ロイスですが、前半もご覧になってどのような印象ですか。ゴールも決めていますし、調子が良さそうですね。このまま後半もいけるかどうかがポイントでしょうか。山中亮介、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここはよくスペースが見えていました。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。武藤勇樹、エベルトン、
まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。クリアしきれません。うまくクリアしましたが味方につながりません。カウンターのチャンスが巡ってきた。ボールを奪われました。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。味方にパスを出します。ゴールキックになりました。これはもったいない。ゴールシーンのリプレイです。ここはインターセプト。しっかり予測していました。レッツが攻めに出ます。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。シュートまで持っていきたい。打った。あっと、1対1の場面でしたが決めきれません。明らかな決定機だっただけに力が入りすぎたんでしょうかね。鈴木大輔、スローインです。ここはスローインのミス。ボールを失いました。カウンターのチャンスです。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。キーパーと1対1。惜しくもゴールならず。これは悔しいでしょう。ゴール手前まではうまくいってましたからね。このパスは読んでいました。鈴木大輔、ボールを裏へ上げてきました。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。いい位置でカットした。ドリブルで運びます。難しいシュートでしたが枠を外れます。選手を同時に変えてきました。ここから狙うのか。ボールをクリアしました。いいところにいました。ナイスインターセプトです。しっかり見えています。ナイスゴール。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。阿部勇樹、試合終了のホイッスル。このリーグ戦はホームチームが勝利しました。チームは相手を終始圧倒していましたね。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。